皆さんこんにちは、中山です。スマホ決済の PayPay、便利で皆さんよく使っていますよね。PayPay はソフトバンクグループが主導でやっているスマートフォン決済のアプリで、日本で一番普及している QR コード決済サービスです。今全国で加盟店舗数はだいたい数百万ぐらい、テロップに出しておきます。こんぐらいたくさんの加盟店がありまして、本当に小さなお店でも PayPay 使いますってお店増えましたよね。そんな便利な PayPay なんですけれども、サービス開始当初は 0.5% 還元だったんですけど、しばらくして一気に 20% 還元っていうキャンペーンをやりましたよね。で、それが大好評で一気に利用者数と加盟店舗数が増えました。で、徐々に 10%、5%、3% って感じで還元率が落ちていて、つい最近導入されたこれ PayPay ステップっていうやつ、これによって今の還元率が 0.5% から 1.5% の間まで落ちました。で、この PayPay ステップっていうのもかなり厳しくて、ほとんどの人は 0.5% 還元なんだろうなっていうふうに思います。私もこれは 0.5% 還元です。すげえ便利なんだけど、還元率がどんどん落ちてきて、お得さがだんだん弱くなっていってる PayPay なんですけど、まだお得に使う方法はあります。今回はそんな PayPay をお得に使う方法、最大 3% 還元、ほとんど上限なしで 3% の還元を達成する方法を皆さんにご紹介したいと思います。それじゃあ行きましょう。まず最初にPayPayの利用の仕方からちょっと説明していきますね。基本的に3通りの決済方法があります。1つ目、 PayPay 残高払い。これは銀行口座からチャージした PayPay 残高を使って決済するっていうものです。一番基本的な使い方ですね。私もこんな感じで今573円入ってますね。こういうふうにチャージされた残高を使って決済するのが PayPay 残高払いです。2つ目、ヤフーカードからチャージして同じように残高払いをする方法。これも基本的には同じですね。PayPay へのチャージは基本的には銀行口座なんですけれども、同じソフトバンクグループのクレジットカードであるヤフーカードであれば PayPay にチャージすることが可能です。昔はヤフーカードでチャージすると T ポイントが溜まってたんですけど、今はもう溜まんなくなっちゃったのかな。だからもうこの2つ目の決済方法はあまりお得度がありませんね。3つ目がソフトバンクと Y モバイルのまとめて支払いです。 PayPay って基本的にソフトバンクグループなので、同じソフトバンクグループのソフトバンクと Y モバイルの PayPay のチャージ残高をスマートフォンの支払いにまとめることが可能です。なので、スマートフォンの支払い代金の請求にそのままこのチャージ額がいくって感じですね。なので、例えばソフトバンクの支払いをクレジットカードに設定しておく。で、まとめて支払いで PayPay 残高にチャージすると、そのクレジットカードでポイントがつきますよね。なので、ソフトバンクと Y モバイルユーザーであれば、クレジットカードを使って PayPay 残高にチャージするっていうことが可能になってます。残念ながら au ドコモのユーザー、あとは格安 SIM のユーザーであるとこれは使えません。で、4つ目、これが今回紹介したい方法で、クレジットカードを連携して支払うことが可能になります。こんな感じで支払い方法の選択に PayPay 残高を選びます。で、この PayPay 残高っていうのが今まで紹介した1から3の方法でチャージすることによってできる残高です。銀行から直接チャージか、ヤフーカードからチャージか、ソフトバンク、Y モバイルまとめて支払いの3通り。で、私が紹介したいのがこれ。下の方にある支払い方法を追加するっていうところから行って、クレジットカードを追加っていうところがありますよね。これです。これを押すと、こんな感じでクレジットカードを読み取る画面が出てきます。もしくはカード番号を直接入れることもできます。ここから自分の好きなクレジットカードを登録することによって、クレジットカード払いができるようになるんです。使い方はこんな感じ。QR コード支払いのところで、クレジットカードを登録すると、こんな感じで PayPay 残高と自分の登録したクレジットカードが出てきます。で、ここでクレジットカードの方を選択して、あとはいつも通り QR コード決済をやればいいだけです。こうすると、このクレジットカードに PayPay の請求がその都度行くようになります。さあ、これが何がいいかっていう話をしていくんですけれども、これやるとクレジットカードのポイントが貯まるんですね。クレジットカードのポイントってだいたい 1% はつくじゃないですか。なので、常時 1% 還元が達成できるっていうことになります。今 PayPay 残高を利用して還元されるのが
この PayPay ステップってやつで 0.5% から 1.5% になっています。基本は 0.5% なんですけど、これ何がきついかって、この PayPay ステップ条件が2つありまして、1つ目が100円以上の決済を1ヶ月に50回以上すること、2つ目が合計決済額が10万円を超えること。これをそれぞれ超えるごとに還元率が 0.5% ずつ増えていきます。これがかなりきついですよね。1ヶ月に50回以上っていうのは毎日2回 PayPay 使わなきゃいけないんですよ。合計10万の方は大きい買い物を PayPay でやればいけるのかな、なんですけれど もうかなり厳しいので、ほとんどの人は 0.5% 還元だと思っておいた方がいいと思います。なので私が何を言いたいかと言いますと、もう頑張ってこの PayPay ステップを達成するよりも、もうクレジットカード登録しちゃってクレジットカード払いしちゃった方が楽でお買い得です。だって何もしなくても 1% 還元するもんね。もう PayPay ステップとか付き合う必要全然ないです。もうクレジットカード登録して PayPay 使っちゃいましょう。で、おすすめのクレジットカードは前回の動画、ここに載せておきますね。前回の動画で紹介した Visa LINEPay カード。これが来年の4月30日まで還元率 3% です。もちろんこの PayPay を使った時も 3% 還元されます。私の Visa LINEPay カードの利用履歴もこんな感じで、ほとんど PayPay なんですよね。PayPay に紐付けてこの Visa LINEPay カードを使っています。3% 還元されて、もう LINE ポイントがザクザク貯まるのでおすすめです。いやマジで捨て間とか抜きに本当におすすめです。もう本当に PayPay 残高使ってるのバカらしくてね。だって 0.5% と 3% ですよ。全然違うじゃないですか。あれ、最後にこれ言っておきたいんですけれども、このクレジットカード払いのデメリットといたしましては、基本的にどのキャンペーンもクレジットカード払いは対象外です。なので例えば今やってるキャンペーンで言うと、ここで PayPay ジャンボ、 PayPay をオンラインショップで使うと最大使った額の10倍が返ってくるっていうキャンペーン、こういったキャンペーンは PayPay 残高を利用した場合のみになっています。なのでキャンペーンを利用したい時だけチャージして使って、普段使いはクレジットカードを連携してクレジットカード経由で払うっていうのが PayPay のおすすめの使い方です。もっとおすすめの方法はあることにはあります。それが支払い方法3で言ったソフトバンクと Y モバイルのまとめて支払い。なんでこれを一番最初にお勧めしないかっていうと、これやっぱソフトバンクユーザーと Y モバイルユーザー限定になるので、全員が使えるっていうものではないんですよね。なので最後に持ってきたんですけれども、これを使うのが今のところ一番お買い得です。で、具体的にどうすればいいかっていうと、ソフトバンクか Y モバイルの月額料金の支払いを Visa LINEPay カードに設定するんです。そうすると、その携帯料金が 3% ポイントつきますよね。で、このソフトバンク、Y モバイルまとめて支払いで、PayPay 残高にチャージします。で、そのチャージした額もちゃんと 3% 還元されます。で、そのまま PayPay 残高として利用すれば、さらに 0.5% の PayPay ボーナスがつきます。なので合計で 3.5% 還元になります。PayPay を使うので一番お買い得なんじゃないかなってふうに思います。まあ、私はドコモユーザーなんでこれできないんですけれども、この使い方やればね、PayPay 残高使っていることになるんで、運が良ければ PayPay ステップのもうワンランク上もいけるかもしれませんね。よし、最後に注意点です。あと2つぐらいこのクレジットカード連携の注意点があります。次の注意点は公共料金支払いに使えないことですね。 PayPay は PayPay 請求書払いって言って、例えば水道代とか電気代、ガス代、あとはまあ各種税金とかが払えるんですけれども、これが PayPay 残高限定になっています。なのでまあこういう公共料金を支払うのに使いたいときはもう泣きながら残高を使ってください。最後の注意点はですね、クレジットカード側の問題ですね。3D セキュアっていうクレジットカードの、まあ、あのオンラインで使う時のセキュリティを強めるためのパスワードですね。この 3D セキュアに対応していないと上限が30日あたり5000円までしか使えません。なんでまあほとんど使えないって感じですね。まあ、でもほとんどのカードは 3D セキュア対応していますので、上限が確か25万円だったかな。1ヶ月じゃねえや、30日あたり25万円まで使えますので、まあ、よほど大きな買い物をしない限りは大丈夫だと思います。まあ、PayPay なんて、PayPay しか使えないような中小規模のお店でしか使わないですよね。だってそれ以外の店だったらクレジットカードそのまま使っちゃえばいいもん。なんで、例えばキャッシュは 3D セキュアに対応していないプリペイドカードなので、まあ、キャッシュで使いたいって人は30日で5000円っていう制限がありますので、ご注意ください。以上、PayPay をお得に使う方法でした。
この動画参考になりましたら高評価ボタンよろしくお願いします。今後もこういったキャッシュレスに関するお得な情報を発信していきますので、チャンネル登録もぜひ一緒によろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。